帰り。どうしたんですか？見て。どうした？出てる。え？なんでこれテープついてんの？出てる。割れちゃった。割れちゃった。あれれれれれれれ。どうなってんの？これ、あ、なるほど、ここが欠けてるのね、ここが。それで学校行ってみたらね、めっちゃ欠けてる、ここ。破片がわかんない。そっか、学校で、あ、どうしたん？どこで落としたん？学校。学校の教室？教室の机の上からボンと落っこっちゃったの。何知ってんの？え、だって学校の机の上じゃないの、普通に考えたら。そうだよ。やだな。で、破片どっか行っちゃったの？うん、大丈夫かな？先生に一応でも先生には言ったんだよね。うん。ねえ、なんでこっちが欠けてるとしまんないね。そう、これダメだね、もうね。うん。しまんないので、これはもう直しようがないもんね、これね。うん。止まんないもんね、欠けてるからね。あ、斜めってる。ダメだね。はい、ということで、やっぱりもうでも今はもう水筒ないとやばいので、明日から今から水筒買いに行きます、りみちゃん、ね、水筒壊れちゃったらもう買うしかないね。あと買いたいものある。何？国語のノート。じゃあそれも一緒に買いに行きましょう。はい、はい。じゃあね、この水筒まだ使って1年は経ったかな、うん、ね、割れちゃうんだね、落とすと ね。びっくり。多分ね、打ちどころが悪かったんだと思うんだよね。まともにここから落ちたんじゃないかな、ここも、うん、こうやってバンって落ちた。そうだね、違うところで落ちてればまだ割れなかったんだけど、いやでもこういう割れ方したの久しぶりに見たんだけどめったにこういう割れ方しなくない？はい、でも今日水筒飲めたんでしょ、うん、これ飲んだ。そうだよね。はい、じゃあちょっと水筒買いに行き、友達からほこり入りそうよ。そう、それで、セロテープで止めたのか、うん、なるほど、応急処置でね、うん、とりあえずじゃあ買いに行きましょう。あ、いやいや、シンプルだね。お客様にはご案内をお願いします。はい、日をまたいじゃいましたが、はい、結局ね、このね、水筒を買いました。ほんとシンプルな真っ黒。ここに置いてみようか。飲む、うん、飲むちょっとね、もうここにこうかけるやつじゃなくて、うん、何？ちょっともうこれだけで売ってるシンプルなやつがいいっていうので、うん、でね、これ1リットルも入んないんだけど、750しか入んないんだけど、りみちゃんはね、もっと飲まなきゃいけないんだけど、あんま飲まないんだよね、うん、ということでこれでとりあえずは。ね、また真夏になって足りなくなったらちょっと大きめのをね探したいと思います、はい、昨日1日ねちょっと1個のお店しか行けなくてあんまいいのなくてね、うん、これでも良かったんでしょ、うん、はい、じゃあこれ使いたいと思います。今度は落とさないようにね、うん、でプッチョの、うん、なんだっけ、今なんか鬼滅の消しゴムのプッチョあるんだけど、それを探してたらなんかこのねスマホスタンドっていうのがうん、あったんだよね。なのでこれを1個買ってみました。いや、なんだろう、チップ。あ、チップか。ちょっと開けてみよう。どうやって使うんだろう、ね、スマホスタンドだから裏側につくの、スマホ。あ、吸盤になってるだけかつく？これスマホスタンドっていうのかね。あ、でつかない。つかない。あ、カバーついてるからつかない。ついた？つかない。カバーついてるとつかないのかもね。ただでもそこにつけるだけってことか。まあ、当たりだね。はい。ついた。
でも吸盤だけだからあれだね、すぐ取れちゃうね。あ、なんか待ち受けめっちゃ可愛いんだけど、自分で作ったの？うん、TikTok。 TikTok 見て作ったの？いただいたの、うん、TikTok で。あ、難しいね。残念。これは書きダメですよ。ダメだよ、そんなこと言っちゃ。思ったよりちっちゃかったね、うん、もうちょっと大きめなのかと思ってたけど、ねね、見てこれでっかくない？でっかいよね、これ見てね、欲しいってなったんだけどね、うん、思ったよりちっちゃかった。じゃあドナルドとかはでっかいのかな？そんなことないでしょ、物によって大きさが違うわけない。しょうがないですね。はい、リミちゃんのやつはカプリコだそうです。うるっかい日にしたら取った。本当だ。なんとか立ちましたね。じゃあ食べよう。はい。